密に絡まってるな、因果が。協力を持ちかけるべきではないね。ああ、全然違う、全然違う。中心人物、トリプルスリー。キリントレイザヤ、腹くくるのは正臣よりもイザヤだ。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはジュラララ第20話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたクラシックリアクションシリーズアンケート部門ということで、デュラララ引き続き続けているわけではあるんですけれども、地獄です。地獄が、引き続き行われております。イザヤによってどん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 池袋がカオスになっていく。カラーギャング黄金族、そして妖刀軍団ダラーズ、さあさあさあぶつかりつつあるというところで、まあ妖刀軍団最下の切り裂き魔の一味だったり、切り裂き魔の所属がどこなんだで黄金族とダラーズがもうバチバチになってるかもねっていうところだったのに、その中で前回セルティがアンリちゃんに手を貸したことにより、セルティってダラーズじゃなかったっけ、でも黄金族の中で切り裂き魔イコールダラーズの図式が出来上がってしまい、さあさあさあ帝はどう動くのか、ダラーズはダラーズでなんか動こうとしているよっていうのが明らかになってるので、さあさあさあこのカオスどういう風に着地するのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さてこのリアクション動画のシリーズもだいぶ来てるけど、やっぱり成田先生の作品には振り回されますね。オーガー正臣キーだ。さあ三ヶ島さん、三ヶ島さんもなんかな、なんか洗脳を受けてる感があるよね、イザヤに。ナミエさん、な、ヤギリ兄弟が、ヤギリ兄弟がもう、マジで無害化している。今回で、今回というか後半に入って。ああ、トグサさん。ユマサキウォーカーってさ、ずっと気になってたんだけど、あれ、偽名っていうかなんか、何ペンネーム、ハーフかな。さあ、今回なんか、ワゴン組と、正臣がなんか、これやりたい放題。過去から逃げられないよ。うわあ、ここでこの入り、あくー。わあ、あの本当に帽子外したドタチンかっこよすぎるんだけど。セルティ、さあデュラララ好転、すでに立つ、あれすでに立つじゃないや、忘れちゃった。うん、カリサさん、ロシア寿司、さて正臣、わお、うん、うん、こっちの世界も好きってだけだね。わお、うん、そうね、グラスなんだここの緑茶、熱々のグラス。あっちちいよ、絶対そうだよね、ボビーオロゴンタイプ。うわあ手が、まあ静雄とやり合ってるもんな。あ、すいません、近所で地球破壊してる。うん、
うん、そうね。支援。うん。お？その残党がダラーズにいるからって話？うん。うん。わお。わあ。こわっ。ああ、そうなのかな。ああ、まあそうだよね。助けた、そうだもんね、助けたんだもんね。恩もあるはずだし。お？あら。まあ、いろいろと筋違いなところはある。怒る相手がね。まあそうね、ちょっとやりすぎだよね。とはいえ、でも。まあ、ねえ、いろいろとあるけど。うん。おう。ちなみにリーダーは竜神の帝です。お？うん。ああ。そうね、確かに。暴力するような人間も生まれたしね。本人だけどね。いびつに絡まってるな、因果が。
そうだよ、静雄がいるからね、うち。ああ。本気になってくる、大人が。え？サイモン？切れたじゃん、徳田さんの髪の毛が。クレムリン握り？あ、でもなんか割とまともじゃない、一番安い握りって言ってるけど。あ、明るく勤めてるけど、それが怖いわ。ああ。それはそう。人に当たってたらと思うと。わさびも強い。でもやっぱりワゴン組はちょっとアンタッチャブルだな。うん、半端な覚悟で協力を持ちかけるべきではないね。割と美学があるわけだし、彼らの中で。あれ、うん、ドタチンってセルティのこと知ってたっけ？ほらだ、あれが仕込んだやつだよね、イザヤが。わーお、そうだよね、イザヤが仕込んでる。ん、何がすか？あ、そうね。まあ、埋まりました。誰だ？電話だから、イザヤ？イザヤか。090、イザヤ。自分の名前をあれする気。ああ、全然違う、全然違う。な、正直正臣は子供だしな。なんかあんな風に引っ掛けられたら、ちょっと湯崎さんが怒る理由もなんとなくわかるよね。憶測で自分の組織を悪者にしようとしてる。うん、ああ、ちゃかちゃか。ほらだ。うん。
そんなものをドロップするな。あの、まあ切り離して考えたら一番楽なんだけど。切られたし切った。ホロ？入ってこない。入ってこない。うわあ、そうそう。魏の軍師だっけ？魏の将軍か。情報がいっぱい入ってくるな、頭の中。そうね。そう言われたらそうなっちゃうよ。まだ整理。木には同一。あー、やべっ。ダラーズの、え、言うの？いやー、入れてくる。やべえ。伝え方に悪意がある。あら、マジかよ。ここでか。うわ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 。
あー、カンライコールイゼヤとはセルティは気づいてないわけだもんね。やべえ、これまた、いやー、なんだこ、まただ。たきつけてら。あ、もう中心人物トリプルスリー。あ、考えてる。この間がまず怪しいってなるよね。そう言われると、なんで考えるんだろうって。信じたくないけど、言われると素材が揃ってくる、証拠が生まれてくる。うわ、狙ってるじゃん。責任取れイザヤ、腹くくるのは正臣よりもイザヤだ。腹くく、火蓋は落とされた感じがあります。きこれ誰が悪いの、誰が悪いの。いや、分かっている、イザヤだよ。イザヤだよ。な、誰が悪いの。イザヤです。もちろん黄金族は悪いよ、直接的に悪いな。だけど全てにおいて悪いのはあのイザヤなんで。辛くなってきた、辛くなってきたわマジで。もうヤギリ兄弟助けて、聖司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 助けてくれないか、愛の力で。これ止められないな、きっかけができちゃったな。正臣的にももうあれだもんな、ああいう風に言われたら、だって考えてみればって全て繋がっちゃうんだよね。あー、湯崎さんとか、いやー、静雄も動員できないだろうからな。セルティどうする、
セルティは自分がクリビダシライダーだとバレてないと思ってんだよね。セットン、ん？セットンだとバレてないと思ってんだよね。セットイコールクビナシライダーだと。ゴリム中、装填すでにシス。皇帝まさに立つだっけ？どう動くよ、マジで。あ、聖司！もういい加減にしろ、イザヤ。はい、というわけで、見終わったわけなんですけど、ダメだ、やっぱり心砕かれたわ。最後で。つれ！ちょっと、見ててつれ！マジで。で、ダラーズって悪くないもん、マジで。いや、悪いことしてんのかもしんないよ、一部は。勝手に。でも悪くないもん。何も悪くないもん、ダラーズ。一方的にけしかけられてるじゃん。きちい、マジで。どっちも知ってるのに、切り裂き魔の正体は言わずに、ダラーズの正体は言うわけだろ？いや、きつい。イザヤ助けて、イザヤ助けてなんて言いたくない。うわぁ、マジイザヤ勘弁してくれ、ほんとに。いやぁ、これを、こっからどうなるかが見たいんだろ？ここまでお膳立てをして、カオスになりつつある中で、そこから、どう動くのかが見たいんだろ？社会実験を、やめてください、社会実験をそういうことするの。社会実験しないでください、池袋で。いや、これマジで辛い。本当に、だって、滝口さんも何も悪くないもん。何も悪くないよ、本当に。正直、切り裂き魔の事件に関して、ダラーズは全くもって悪いことはないよね。そうだよね。いや、でも、アンリが傷ついたことによって動き出してるんだもんね。まあ、本当にこう、なんて言ったらいいんだろう。まあ、あえて、問題をフラットに考えるためには、まず考えることがあって、一番悪いの誰ってなったら黒幕のイザヤで間違いはないんだけど、じゃあなんでこうなっちゃったのっていう風に考えたら、正直、正臣が中ブラリンすぎたんだよね。だって、なんかやっぱり、ちょっとしたら出てきたじゃん。急に出てきてってなって。で、切り裂き魔、打倒のムードを作っちゃったじゃん。で、その、切り裂き魔、イコール、ダラーズの、ね、図式も出来上がってきちゃってるし、そんな中で、やっぱり、打倒切り裂き魔に近いようなムードを、まず、いのいちに自分が帰ってきて作り上げてしまったことによって、口実も与えちゃうわけじゃん。うん。切り裂き魔は打倒のために、ダラーズを攻撃するみたいな。過激派に攻撃させていいよ、みたいな、そういう図式を作っちゃったから、ね、やめろって言っても、そういう奴らがやめるわけないし、それこそブルースクエアの残党が紛れ込んでるみたいな話もあったりなかったり、すごい喉が痛い。な、そういうのがね、残党がいたりいなかったりみたいなところで、で、それを無視して、あえてドタチンにこう話したりとかして、ダラーズにいるんじゃないのとか、ね、ダラーズとつながりあるんじゃないのとか、協力してくんないとか、いろいろと言われたら、でもやっぱり、ワゴン組はちょっといい気分はしないよね。なんか、言ってしまうとさ、やっぱり主人公に巻き込まれる側の一般市民みたいな感じがあるわけじゃないですか。俺らは何もノータッチなのに、黄金族がいきなり暴れ出してきたし、挙句の果てに友達がやられて、正臣のね、友達、アンリちゃんがやられて、切り裂き魔許せねえってなって、その火蓋をこっち、何、火花をこっちに向けてこないでよ、みたいな流れになるのも、近いっちゃ近いんだよな。なんか、そう思っても全然おかしくないよね。それでいて、やっぱり過去に向き合って、なんかそういう修羅に生きていく覚悟があるぜっていう、そんなレベルなら、まあまあまあ分からなくもないよっていうことだし、だけどそういう覚悟もあんまりないんでしょ？なら、そういう復讐だなんだって言って、こっちになんか火の粉をかけてくるなら、ね、火の粉飛ばしてくるなら、やっちゃうよっていう、ね、やられてもおかしくないよ、文句言えないよみたいなそういう流れもあるわけだし、いや、これきついな、まあ、サオミどうするよ。どうもできないね。ああ、終わりです。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 どうする？どうする？どうする？って形になってます。僕はもう全くもってこれの着地が見えない。誰がどう動けば解決するのかっていうところなんだよな。一番いいのは、アンリちゃんが、正臣に自分が切り裂き魔なんだよ。切り裂き魔に関係している存在なんだよっていうことを言うしかないんだけど、どう伝えるよって話なのよ。妖刀があって、この妖刀なんだけどって言われても、
え、じゃあ今までの切り裂き魔はとか、やっぱり妖刀周りはほ本当に非現実的すぎて、正臣にせな、ね、説明しようにも説明できないし、説得も意味がなさないんだよね。それこそ帝ならまだ話は通じると思うんだよ。そういう非日常、セルティにも合ってるし、あ、そうなんだともなると思うんだけど、正臣はやっぱりセルティとかデュラハンとかそういう超常的なものにまだはっきりと触れ切ってないわけですよね。セルティとは合ってるけど、合ってやっぱりとんでもない存在だっていうのは認識してるけど、そこをどう解くかだよね。そこをうまくついてるよね、イザヤは。だから立ち悪いし、で、アンリちゃんの不安を煽るような言い方をしようとして、焚きつけようとしてるし、立ちが悪い、マジで。まあ、とりあえず次回見ていきましょう。やばいな、完全に構図の図式が出来上がりつつあるので、まあ、帝がどう動くのか、いろいろ注目していこうと思います。